RPG-27 は1980年代にソビエト連邦が開発した使い捨て式の携帯式対戦車敵弾発射機である RPG-26 を元に開発された。口径は 72.5mm から 105mm に大型化され爆発反応装甲や複合装甲を備えた西側の 第三世代戦車を撃破するためにタンデムヒート弾を装備した。また、RPG-262 弾頭をサーモバリック爆薬に交換した、派生系の RSHG-2 が存在したのと同様に RPG-27 の弾頭をサーモバリック爆薬に交換した RSHG-1 が製作されているが、こちらは RPG-27 と、 ほぼ同一の有効者距離を維持している。RPG-27 とほぼ同時期の1989年に同じ合計 105mm のひつい捨て式 RPG である RPG-29 が正式採用されたほか、RPG-7 用の新型弾頭として PG-7VR タンデムヒート弾が正式採用されている。 RPG-29 用の PG-29V や RPG-7 用の PG-7VR は RPG-27 とほぼ同一の破壊力を有しているが有効者距離は RPG-29 の方がはるかに長い。なお、RSHG-1 と TBG-29V を呼び、 t b g 7 v との関係性は不明であるが、これらも弾頭の設計はほぼ同一と考えられる。ありがとうございます。